はい、皆さんこんにちは、チェでございます。88のサークスやっていきましょう。さあ、なかなか大変になってきましたよ。これはつどつどセーブがやりますね。おいで、ここでセーブしちゃいましょう。はい、抑制で、よいしょ。で、これで乗れ、あ、セーブしときましょうね。いや、大変だわ、これ。で、こっちに行ったときに、で、こういう感じだから、おっ！ああ、そうか。そうなんのね。もう一回、あ、いいか。もう一回セーブと思いましたけど。で、ここで、こう、それもダメか。あ、これもダメか。何をやらしたいんだろう。ちょっと怖いので、よいしょ。複数セーブをね。あれもダメなの？止まるのやめてほしいね。まあ、処理落ちなんだろうけど。これダメなの？これダメなの？いやー、もうダメだ。これ88でやったらダメなゲームだね。ファミコンとかに行って、移植されてるんでしたっけ。ファミコンとかだったらね、スプライトがあるのでいけると思うんですけど、これあまりにもちょっとひどいな。おいと、全然ダメだね。届かないね。これはいけるのかよ、本当に。これ周期は同じはずなので、スクロール見えてないからね。おーいしょ。あ、乗ったわ、いけたわ。かなり思い切ったコントローラー入れないとダメですね。セーブしときましょう。あ、これでもいけるか。そんな難しそうに見えないね。でも念のためにやっぱりセーブしときましょう。やっぱりこう来た時にポーンと飛ぶと。あら、まあ、さあ、かなりの屍を越されてますね。おい、おお、いけたのか。で、見えないんですけどね、先がね。まあ、多分ここら辺でしょう。おお、そうなってんのか。これただ単にストレステストだな、人間の。あれか。おい、はいはい、で、はい、セーブしとこう。はい、はい、で、おお、おお、おお、一撃いった。やっぱなかなか痛いね。ちょっと休憩させてほしいんですけどね。させてくんないかな。お、聖なるゴッフよ、迷える死者を天井へ導きたまえ。やっとか。ここで働くのか。いやいや、いるじゃない。いや、いるじゃない。死にかけてんですけど、私。迷える死者を天井へ登るがいい。いや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 、何これ、どういうこと。一定時間で発動するのかい。意味わからんわ。ここに来てか。リターンじゃなくて、あ、ゲミルポーション、ミゲルじゃないね、ゲミルポーション19個もあるんで、一歩使っちゃいましょうか。はい、
すんごい強いね。で、これもあれなのか。でも、勝手に使えないんだよね。ゴフは。あ、ここで。これ何？定期的に使ってくれるのかな、ひょっとすると。なんか怪しいわ。はい、まあゾンビ迷わずあの世へ行ってくれと、まあ、この頃バタリアンが流行ってたんだっけ。あ、バタリアンもっと前か。はい、お、何これは。お、行って、いや、すっごい痛い。めちゃくちゃ減ったね。めちゃくちゃ減ってるよ。おお、おお、おお、はあ、鍵がかかってて開かんなって、何を言ってんねんこいつって。そんな場合じゃないやろ。あ、もう倒さないといけないのか。ああ、はい、あ、またさ、あ、こっからやり直しか。おお、一瞬目が点になっちゃった。いやー、すごいね。つらいつらい。で、倒して枠の待った方がいいのかこれ。まあ、とにかく痛いのよね、一撃が。ああ、下から来てんのかな。強いね。はい、あ、一応ここでセーブしとこうかな。もうあんま相手したくないんですよね、正直ね。時間の無駄なの、時間と MP の無駄なのでね。もうワンフロアごとにセーブが必要ですね。で、ここでゴフなんでしょ、これ。ね。で、ミゲルポーション。で、ここで一応もう、ミゲルポーションを、何してんの？ミゲルポーションはちょっと装備しといた方がいいですね。あ、こっちか。今これ連打しちゃってるんですよ、ハチのキーを。全然ダメでしょ、これね。なんでこんな制御にしたんだろう。お、早くその5分うんちゃらかんちゃら言ってほしいんですけどね。なんか適当やわ、ほんまに。なんやこの適当さ、ほんま。おお、ずっと効果を発揮するわけじゃないのね、これ。これは恐ろしいわ。ほら、お、一撃持ってかれるわ。迷わずあの世へ行ってくれよって。ああ、そんなこと言うてられてなくても自分のもう世話で手一杯だね、ラトコ君も。あ、もう出てこないのかな。出てこないんだったらマジッククロスだね。こいつをこれをちょっと使いたい。はい、で、
いっぺん使うともう出てこないんだね。ここはそういう意味で安全地帯にはできるかもしれないですけど。で、さあ行きましょうか。ここがとんでもないんだね。もうガンガン倒さないといけないのかな。倒していく方向で。うら、もうたまらないです。一撃であんだけ食らうんでね。おお、ちょっと待って。敵全然、あ、敵死にかけのとこまで行ったのか。いやー、これ下手すると積むね。積みますね。間違いなく積むね。これちょっとマイクロケメンさん無茶しすぎてるね。当たってない？ね、最初の1匹目はすごく簡単にやっつけれたんですけど、これやっつけなくていける？ 4 発ぐらい当てないといけないのかな。4発だね、大体持つかいな。2匹いるとこあるでしょ、この後だったかな。なるべく1匹で。おお、なんだあれ。おお、すごい強い。もうこれ、おお、これね、下で見えなくなるのはちょっと勘弁してもらいたいね。おお、すごい痛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 いというか MP が痛いね。で、開かないぞって言われたんだね。鍵がかかってて開かないなって。ああ、まだ中出てきた。もうこれ太陽にしてもらいたいんですけどね。ああ、もうこのゴフはいらないのか。いらないというか、今回アンデッドが出てこないならダメなんだね。ああ、早く行かして行かして行かして。ああ、ディスク7ね。いやー、いきなりイベント始まるのやめてくださいよ。セーブしたいからね。あー、ちょっと待ってね。なんか来そうだから。あ、いやいや、何も気にしなくていいんだ。あー、そうなんのね。はい、EXITで。おい、はい、はい。いやー、今回はね、取りだめ最後に、今週は最後になるんでね。いやいや、ちょっとなかなか今週は辛い1週間でしたね。ああ、いやいやいや、そうじゃない、そうじゃないだろう。よいしょ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 、セーブね。で、何かいそうな感じがするんですが、いないかい。ああ、男の声、お待ちなさい。だとこかと、誰だと。フォフォフォ、3年も経つとこの美声も忘れてしまうみたいだねと、お待ちなさいっていう言葉遣い変わりましたけどね。まあいいわ、私から3年ぶりの挨拶だよと。お兄さん、あ、違うか、それ別のゲームだったかな。ビグレウス、ボグレウス、フィールと。バカなと。お気に召して私の歓迎をと。ああ、そうか、だから女性がいるからか。その声、その口調はと。フォッフォッフォ。運が良ければまたお会いしましょう。あ、また会いましょう。フォッフォッフォ。ん？動けんの？え？ちょっと待ったと。レイティルさんと。彼あれですね、村長さんの村長さんの恋人じゃないわ、村長さんの娘さんの恋人代わりですね。ラトコさん、ここは俺たちに任せてくれ。俺たちってと。おお、あ、なんかファーストクイーン思い出しちゃった今。あ、さあラトコさん、今のうちにと。わ、分かったと。ラトコさん信じてるでと。あ、なんかあれ思い出しちゃう、ファーストクイーンね。おお、と思ったらいい時間になっちゃったので、このわらわら状態で
終わっておきましょうかね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。あ、そうだ、さっき引き継ぎだね、ごめんなさい。引き継ぎは、いや、もう突っ込んでください。おそらくボスが出てくると思いますんで、まあ多分ね、ボスといってもまだラスボスじゃないと思います。というわけでお願いします。